ユニホンテレビ。本庄ユリ地区吹奏楽祭がこのほどカダーレで開かれ、小中学校の演奏や大井など秋田の公演が行われました。吹奏楽祭には由利本荘市と仁賀保市の小中学校と高校の吹奏楽部や一般の吹奏楽団などが参加しました。小学校と中学校は3校から4校の合同演奏を披露し、若々しい音色で詰めかけた観客を楽しませました。吹奏楽祭は主催の本庄由利地区吹奏楽連盟が誕生した昭和34年1959年から毎年行われています。61回目の今年は連盟創立60周年の節目でもあります。現在連盟には小中学校と高校、一般の合わせて27団体が加盟しています。連盟会長によりますと、加盟団体への所属人数はかつて1000人を大きく上回っていたということです。しかし少子化による児童生徒の減少や度重なる教育改革による音楽教育の変化などで人数は減少し続け、現在は800人ほどとなっています。部員の確保に苦労する学校も少なくありませんが、ステージの上ではそれぞれが日頃の練習の成果を出し合って一つの音楽を作り上げていました。新山、尾崎、鶴舞、平沢の4つの小学校はダンスを交えたサンバメドレーを披露し会場を沸かせました。4つの小学校は来月1日にナイスアリーナで行われるマーチング&バトンショーでも演奏を披露する予定だということです。
奏楽祭の恒例となっている大井など秋田の公演には高校生と一般が加わりました。今年は連盟創立60周年を記念し、第4楽章の途中に由利地域の屋敷番楽のお囃子が挿入される特別な演出も行われています。第61回本庄由利地区吹奏楽祭の模様は今月26日から1週間番組としてお送りします。放送時間は小中学校の演奏をまとめた前半が午前9時からと午後8時から、後半の大井など秋田の公演が午前11時からと午後9時30分からです。